ここはミツバチの館。代理人のアニアン・クーニャに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ディファを助けるためでしょ。待て。いい？するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。向こう3年まで予約でいっぱいってやつだからね。ついに来ちゃうか、クラウド。いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアン・クーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ？ええ。さあ奥の扉までお進みください。ああ、クラウドが、クラウドついに、ついに館に来る夢が叶った。あ、そうそう、ここね、円形のこういう広間になってて、周りをチェックすると何かイベントがあるはずなんだ。ああ、入ってよかったかな。鎮静剤。何してんの？これなんだ？マルカヌ。父親じゃねえか。他の部屋は？ここは、ああ、化粧室。いや、俺は。ん？あ、もしかしてお客さん、入る部屋間違えました？確かね、鍵穴から覗くような部屋もあった気がするんだけど。ここだ。ああ。うひょひょ、あ、パルバ？あれ、もう疲れてる。おい、なんでパルマーがここにいるんだ。この人とはまた会うことになりそう。あ、こっちも。ああこんなところか。ステージ行っちゃう？お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときますか？ダンス？なぜだ？アニアンからの指示なんです。ほら、こっちこっち。ま、待て。え？踊りゃいいの？いいですよ、その調子。ちょっとタイミング難しいな。バッチリ。オッケー。あー踊ってる。
てはお客様、初めてじゃないな。いや、初めてだけど、全部グレートにするといいことあるとか、まあいっか。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、うん、あんたも隅に置けないね。アニヤに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。シートダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
3回ミスった。やったー。いいよ。いいね、キュンとしたよ。いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラッド、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ああ、いいから来いって。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブ？どこ行くの？じゃない、あの人びっくりしてたの。クラウド、すごいステージだったね。あ、ちょっとクラウド、クラウドさんですよね。無視しないで。クラウドさん、クラウドさん、やめてくれ。あのね、後ろ姿が女じゃない。何も言うな。一言だけ。ダメだ。かわいい。やっちまったクラウド。リメイク女装、新米ドレッサー。いや、あの音ゲーダンス結構難しかった。あの画面がすごく激しく動くからアイコンが見えなかった。それでも失敗3回で収まったけど、何をもらった今。アニアンのピアスと推薦状。まあまあ、とりあえず恥を捨てダンスをし助走をしたことによって、これでコルネオの館に入れると思われるが。おお、あなたは先ほどのステージのプレートでも見られないほど素晴らしいショーでした。私も負けてられない。死んだ魂を震わせてまたバリバリ働きますよ課長。そしてパルマーもいる。うひょー、最高最高。さて、次はマムのところで。統括、そろそろお時間が。うそー、こう見えて統括なんだよな。で、実はこの裏路地入れない、入れない、入れない。そっか、もうこの格好で裏路地は入れない。どうしたらあの裏路地のアイテム入手できたんだろう。こっちも入れない。釘バットを装備すれば入れたかな。やめて。
いろんな人に見られる。腕と肩がね、女に見えないの。あ、チャドリー。あ、お姉さん、そんなに見つめないでください。本当にあるんですね、一目惚れって。僕自身の動揺を検知。あ、クラウドだと思われてない。バトルレポートチェックできない。この格好でこの辺訪問したらどうなる。服よりあなた自身にインスピレーションを感じますね。あ、分かってないんだ、クラウドだって。うわあ、クラウド君の晴れ舞台と聞いてね、ダンスとても素晴らしかった。その格好じゃスクワットは難しいだろうけど、落ち着いたらまたジムにも遊びに来てくれ。お前はわかるんかい。やめろやめろ。あー、どうも。え、その格好で戦う気か。さすがにそれはだよね。コルネオに入りたいの。待って、あの若者たちに何て言われるか。開けたくねえ。